これね、全然嫌がらずに被ってたよ、うん、懐かしいなぁ。中田の時はね、真ん中しか髪の毛入ってなかったんだ、うん、はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。いやー、えいしんくんもですね、4月からいよいよ小学校ですね、うん、これまでね、いろんなところにお出かけしてきたけど、うん、パパはね、このハードディスクに写真とか動画を保存してきたんだよね、うん、でもさ、このハードディスクが壊れちゃって中のデータ消えちゃったらちょっと悲しいよね。そうだね。そうなる前にマイヒストリーで写真を保存してみましょう、うん、マイヒストリーは何かというとですね、信頼性の高いオンラインストレージなんですね、うん、しかも写真だけじゃなくて動画もオンラインストレージに保存できちゃうんですね、うん、なので万が一ですね、このハードディスクとかこのデバイスの中のデータが壊れちゃっても安心だね、うんうん、またマルチデバイス、マルチ OS 対応なんだよね、うん、ではせっかくなのでマイヒストリーを使ってみましょうか。はい、こちらがですね、マイヒストリーのログイン画面ですね、うん、ご覧いただいている通りですね、 Facebook と Twitter、Instagram、 そのアカウントがあれば、うん、それぞれログインできますね、うん、で私はですね、既に新規登録しましたので、うん、そちらでログインしましょう、うん、はい、こちらがですね、ログインした画面ですね、うん、はい、マエチャンネルでアカウント取りました、うん、はい、ではですね、早速写真をインポートしましょうか、うん、で、この辺にメニューがありまして、これがメニューだね、うん、各種設定ができて、インポートの方で写真が、アップロードできます、うん、じゃあまず写真をアップロードしましょう、うん、でタイムラインもですね、エイシンクのタイムラインをすでに設定してますので、うん、ここエイシンにするよ、うん、でアルバムもですね、エイシンフォトっていうのをね、うん、アルバム作ってますので、うん、これで設定しますね、うん、でこのプラスボタンを押すとファイルが選択、はい、これ全部エイタの写真です。そうだね、ファイルが選択できますね、うん、エイシン君のファイルを、いくつかピックアップしました、パパがね、うん、はい、これアップロードします、うん、ちょっとね、これ時間かかんでね、うん、あ、エイちゃん、アイカちゃん、あ、ヤギちゃん、はい、それではですね、すべて写真がアップロードされましたので、うん、こちらのインポートボタン、これをですね、クリックしますね、うん、こんな感じで、写真の撮影日情報をもとにですね、自動的に整理されますね、うん、はい、これなんて12月13日2008年エイシンくんが生まれたての頃だね、うん、これなんてエイシンくんの最初の子供の日だよ、うん、これね、髪の兜かぶってる、うん、結構物っぽいな髪これね、全然嫌がらずにかぶってたよ、うんうん、懐かしいなあ。それでこれパパ大好きな写真、これいいね、そう、こんな感じ。もうええちゃん、もう一回やろう。顔ちっちゃいな、ええちゃん。エイシンくん、中田の時はね、この真ん中しか髪の毛入ってなかったんだよ、うん、横はすごい薄かったんだよ、うん、うん、可愛かったね、うん、なかなか生えてこなくて心配したんだよ、うん、で、これからがですね、マイヒストリーの面白いところなんですけれども、こちらのですね、一番下、ここオールって書いてあるけど、ここクリックすると映画の情報と音楽情報とニュース、うん、これがですね、出てくるんですね、うん、じゃあまず映画から行こうか。映画、いや、ただね、今オールにしてるので、あのね、多分何か関連するものがあれば出てくるはずなんだけど、6月5日告白っていう映画が公開されたんだね、きっとね、うんうん、他にもあるかな、ちょっと見てみようか、だーってね、あ、あった、あった、あ、素敵な金縛り、どんな映画があったとか、どんな音楽が発売されたとか、うん、そういうのがね、振り返れるわけだよね、うん、なかなか面白いよね、うん、またですね、お友達とか遠方のご家族がこのマイヒストリーに加入していれば、このタイムラインの写真、これをですね、簡単に共有できるんだって。そうなんだ、うん、すごい。はい、マイヒストリー、こんな感じでございましたね、はい、で、ちなみに料金プランはこんな感じですね、うん、3プランありまして、月額無料のフリー、これがですね、写真が500枚まで、うん、で、月額100円のベーシック、これがですね、写真が1000枚まで、うん、で、月額500円のプレミアム、これがですね、写真無制限でご利用いただけますね。それで今なんとこのマイヒストリー無料キャンペーン中で、ベーシックとプレミアム、これがなんと無料だって、すごいよね、無料だってさ。で、このキャンペーンは2015年5月31日までみたいですね、うんうん、なので気になった方はですね、急いで登録した方がいいですよ、うん、はい、ということで今回はですね、マイヒストリーを試してみましたね、うん、エシン君がですね、4月から小学校なので、またですね、これからどんどん写真もいっぱい増えていくと思うけど、データがなくなっちゃうのが一番嫌だからね、うん、うん、
やっぱこんな感じでデータが消えない安心感っていうのはありがたいね。うん、気になった方はですね、ぜひ使ってみてください。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。